はい。富山国際大学に今年移っております、吉田です。今、早川さんからも、紹介があったみたいに、ここで私がお話しするのは、この計算プロテオミクスと、読んだ、この後半部分の処理ですね。特に、DDA、よく普通に用いられるデータディペンデントアクジションによる、ベプチドの同定方法、それからタンパク質の推定、これもごく簡単に触れるだけですが、それから、割と、よく問題になる FDR の計算方法。FDR の計算っていうのは、オミクスでは大抵必要ですけれども、プロテオミクスの場合がちょっと独特の計算をするので、そういったことについてお話します。で、まず、ペプチドのアノテーションですが、これも一言で言うと、これ質量分析使う場合は大体どれでもそうなんですけれども、資料のスペクトルと表皮のスペクトルを比較すると。基本的にはもうこれにつきます。で、スペクトルが最も類似したものを選ぶと。だから、表皮のスペクトルにトンチンカンのものしか入ってなかったら、そのトンチンカンのものが一番類似していると言って当たってしまうわけです。ですので、表皮のスペクトルの、ライブラリを充実させるということが必要なんですが、これは結構厄介や。これ当然ですね。このライブラリを作るのが非常に面倒であるということで、多くの、分野では、ここで、問題が起こっていると、なかなか厄介な状態になっているということを言えるわけですけれども、タンパク質、あるいはペプチドの場合は、ゲノムが決まっているので、アミノ酸配列が分かっているということで、そこから M オーバー Z や、それからスペクトルの大まかな形、強度ははっきり言えないですけれども、M オーバー Z などは予測できるので、表皮の理論スペクトルが作れるということで、その理論スペクトルを使いましょうというわけです。で、1回目の、MS、1の MS1 乗の、スペクトルを用いたデータベース検索、データベースを使った理論表皮スペクトルとのマッチングという話は、ここに書いてますように、マッチした質量の点だけで比較して、質量がマッチしたペプチド複数個からタンパク質を同定すると、こういうやり方です。で、ペプタイドマスフィンガープリンティングとよく言いますけれども、これ注意が必要なのは、アミノ酸配列を同定しているわけではないです。なぜかというと、1個のタンパク質を、消化してできたペプチド、複数個の質量の組み合わせしか見てないわけですから、アミノ酸の配列はわからないわけです。で、これ、一番その有名な、PMF のペプチドマスフィンガープリンティングのアルゴリズムの論文、これ、1990年代にカレント・バルジに載った論文があるんですが、それに出てた図を、ここに載せるわけにいかないので、同じことを最近のスイスプロトデータベースでやってみて、図を作ったんですが、ペプチドの質量とタンパク質の質量というのがありますように、データベースに含まれているタンパク質の質量をプロットして、そこから生成するペプチドの質量もプロットして、どれぐらいの個数があるか、これ対数比で出したわけですけれども、そうすると、100ダルトンの質量幅の間に1万6000個以上のペプチドがあるというのが分かります。で、これで分かるように、非常に、質量が近接したペプチドというのはたくさんあるんで、これプロテオームの場合の特徴でもあるわけですが、こう考えると、PMF なんかは、それを見分けることはおそらくできないだろうということで、PMF というのは非常に少数のタンパク質由来のペプチドであることが前提になっているので、プロテオームには実は適してなくて、二次元電気系統と組み合わせて使うことが多いと。で、稀にこう PMF 使ってプロテオームの話をやるということを主張される方がいらっしゃるんですけど、それは原理的にまず無理ですよということです。何かの方法、実験的な方法とかで、最初からサンプルが極めて絞られているということが分かってるんだったら大丈夫と思いますが、そうでない場合は難しいということになります。で、じゃあどうするかというと、部分構造の情報を使うと。で、こういうペプチドがあったときに、そのペプチドの、断片を作る、いろんな断片を作る。で、その断片を再度、質量分析で測定するということです。で、ペプチドを1箇所だけこういうふうに切断して、で、左半分、B4 って言いますけれども、 N マット含む部分と、それから右半分、C マット含む部分、Y4 って言いますが、こういった2つに分けて、で、それぞれをこう測定していく。で、どこで切断しても構わない、任意の場所で切断が起こるので、結果的にいろんな長さの部分ペプチドができるということです。で、こういうのを利用するわけですね。で、これを利用した場合でも、基本はまずスペクトルの比較です。で、表皮の実測スペクトルを使うんだったら、スペクトルライブラリー法と呼べるし、理論スペクトルを使うのはデータベース検索法と普通には呼びます。で、もう一つ、スペクトルを比較するんだけれども、スペクトル全体じゃなくて、アミノ酸1個ずつと比較するっていう、こうスペクトルとアミノ酸の対応を見るという方法があります。で、こちらの方が塩基配列の同定なんかに近いので、まずこちらの方からご紹介します。で、これは1文字ずつ確定するという意味で、読むというふうに表現できる方法で、デノボシークエンスと言いますけれども、塩基配列の同定とよく似ていると。
で、塩基配列同定の三ガー法と、それはこのデノブスキー検査がこうやって対比したんですけれども、三ガー法の場合、ジヌクレオチドを入れて、そこで、ヌクレオチドの、伸長反応が止まるようなやり方にすることで、いろんな長さの、部分塩基配列を作ると。アミノ酸配列の場合はフラグメンテーションを起こして、ペプチドを切断することで、任意の場所で切断されたフラグメンテーションを作るというふうに、いろんな長さの部分配列を作ります。これがまず共通ですね。次に、この各部分配列を、長さごとに分離すると。塩基配列の場合は電気ごとでこうやって流しますし、質量分析使っている場合はマスアナライザーの中でこう分離するという形で、ペプチドの部分ペプチドを分離していきます。で、最後にこのそれぞれ分離した部分配列の右端を読んでいくと、全体が読めるということで、このやり方っていうのが、思想という意味では、アイデアという意味では、三画法なんかとよく似ているということが、お分かりいただけると思います。で、ということは、このデノブスキー検査のやり方っていうのは、こういう形になるわけで、例えばこういう、スペクトルがあったとして、1個のペプチドの部分ペプチドというのは、このスペクトル上のピークとしてある。ピークはこれ質量を表してますから、こういう短いペプチドは質量が小さいんで、より左の方にピークが現れている。より長いペプチドはより右の方にピークが現れると。こういう形になるわけで。ということは、ピークの間隔っていうのが、それぞれのアミノ酸の質量に相当するということで、ピークの間隔を読んでいくと、アミノ酸が分かるじゃないというのが、基本的なアイデアです。ただ、現実ではとてもこれは難しいと。それはなぜかというと、例えば今、なんか変なこうあの線が増えましたけれども、いわゆるゴミとか、ノイズのこともあるでしょうし、それから PTM があって、質量が変化して、MOBA も変わってくる。こういったことが起こるために、もともとの、本来、アミノ酸が並んでいるところと違うところに、こう余計なピークが付け加わってくることがある。それから逆に、このタンパク質、ペプチドの場合は PCR がないですから、資料を増やすことができない。ということは、非常に微量の資料を分析せんなる。そうすると、こういう、部分ペプチドが全種類、十分な分量生成されるかどうかわからないんです。さらに言うと、うまくイオン化ができるかどうかっていうのもケースバイケースであって、すべてのフラグメントイオンがちゃんとこう測定されるっていう保証がないわけです。なので、ある一定、ある特定のピークがちゃんと十分測定、十分な強度で測定されないってことが起こり得ます。で、この時点でもうこの方法論は破綻しとるわけで、それでもなんとかしようと思うと、これ実際に測定されたピークを持ってきて、で、どのピークとどのピークの間がアミノ酸1個に相当するかっていうのを全部調べていくというようなことが必要になるわけです。で、これ実は今、ごく気軽にこう、あのピ、あの、えー、こうピークっていうのがこう、ピークの間隔がアミノ酸に対応するってことを言いましたけど、これ、図の説明上、ペプチドの、左半分の部分ペプチド、いわゆる B4 の部分だけ使って説明したんですが、実際にはこれ、真ん中で切断されてるから、右半分、Y4 も測定されるわけですね。だから測定されたものが B4 か Y4 か、一体どっち側なのかわからないわけです。で、ペプチド全体の質量から1個を引くと残りの方が出てくるというようなことを、利用して、実はさらに、ピークの強度っていうのは考えても仕方がないから、グラフに表すという形で問題を単純化するというようなこともよくやられます。で、例えば全体が799の、質量を持った、ペプチドがあったとして、で、末端の H とか OH とかの取り除くと、こういう質量になるわけですが、そこで、例えば5つこうピークが測定された。で、これが左半分か右半分か分かりません。それで全体から引き算して、で、末端のその OH とかなんかの、質量なんかを処理すると、例えばこの148の相方相当するのは653に違いない。これ計算で分かります。同じように227が574と、こういうふうに分かっていくんですが、ここで324の相方を調べると477。477の相方はやっぱり324になる。ということは、この2つはおそらく1個のペプチドがある1箇所で切断された時の左半分と右半分だと。で、どっちがどっちなのかは分かりません。ただ、そうだとすると、これ、その左半分の系列と右半分の系列を混ぜて読んでも、配列ってのは分からないですから、さっきはあくまでも左半分のやつが伸びていくので、ピークの間隔を見るとアミノ酸が分かるって言ったので、左半分のものと右半分のものを混ぜて読んだら意味が分からなくなりますから、この間の間隔っていうのは意味がないということが分かります。で、こういうような、ここはダメ、ここはダメっていう情報を組み込んでいって、その上でこのピークの間隔でありそうなアミノ酸を当てはめていくということが必要になります。で、この今やってる、表示してる例っていうのは、
1個スキップするのは認める。それから1つの部分に複数の、2個までのアミノ酸が存在するのを認めるというルールでやってるんですけど、これがもっと2個スキップするとか3個まで認めるとかやりだすといくらでもバリエーションが増えていきます。この場合もこういうふうに他の読み方ってのもできるわけですね。で、こういうふうに、ここを読めるなっていうのを当てはめていく。これをどんどん伸ばしていくと。それで最も長く伸びたのが、正解だろうというふうに考えることは多いんですが、これ伸ばしていくっていうのは、幅優先探索か深さ優先探索か、どっちで調べるんだってことになりますけど、いずれにしても数が増えすぎると。いわゆる NP 問題になって、やれば解けるけれども、解けるまで200万年かかるというのは、そういう世界になってしまうわけです。それで、例えば動的計画を使いませんかというのアイデアは当然出てくるんですが、例えばブラストとか使ってるときみたいな、得点表ですね、サブスティテューションマトリックスみたいな適切な得点表、評価関数っていうのがないわけです。で、これいいのを見つけようとして皆さんいろいろ苦労してはるわけですけれども、これやったら、パーフェクトに結果が出てくるというのは、見つかっていません。ですので、結局、多くの場合、絵に描いた餅になってしまって、この方法はいいんだけれども、なかなか使いようがないなということになります。で、じゃあもう一つのスペクトル全体比較する方法はどうだろうかと。で、スペクトルライブラリ表、つまり表品の実測スペクトルと比較するというのは、ライブラリ作成困難なんで、あんまり使われてこなかったんですが、最近は DIA の解析で用いられるようになってきています。で、特に DDA の場合では、このデータベース検索を、表品の理論スペクトルを使うのが主流なんですね。で、スペクトルを比較するっていう部分の考え方は差はありません。要するに実測スペ、資料のスペクトルと、それからリファレンスのスペクトルか、あるいは理論的なスペクトルか、これを比べるだけです。で、これ、スペクトルを比べるって言ったんですが、その時に背後で考えてるのは何かっていうと、一つのペプチドの部分ペプチドができて、その部分ペプチドが同じくデータベース中のペプチド、タンパクから作ったペプチドの部分ペプチドとうまく一致するかどうかを、見ていくわけですね。これがデータベースを検索すると言ってるわけですが。で、いろいろとマッチする部分が出てきました。で、デノブの場合やったら全、部分配列が、測定できて、それで決まるっていうのが理想なんでしょうけど、そこまでいかないにしても、実際に存在していることが分かってるアミノ酸配列の中で、こんだけマッチするのが出てきました。それで、このマッチが一番多いやつが、このペプチドがマッチしたんだということで PSM、ペプタイド2スペクトルのマッチというふうに呼ぶというふうに考えるわけです。で、それでこれ、MSMS イオンサーチって呼ぶわけですが、ただこれはこういうふうになるだろうというのを念頭に置いてやってるんで、実際にやるのは、スペクトルの比較です。で、スペクトルがどれぐらい似るかって類似度のスコアも導入して、類似度のスコアが一番高いものが PSM であるというふうに考えるわけです。で、代表的なスコアリングの例の紹介ですけども、資料のスペクトルと、例えば理論スペクトルがあったとして、一番シンプルなのは、SPC と。シェアードピークカウントで、要するにピークリスト間で共通のピークの個数を見るわけですね。で、これはどれぐらいイオン化するかっていうのを予測するのは難しいんで、理論スペクトルの強度っていうのはあまり信用できませんから、もう個数しか見ないと。で、いろいろノイズとか、あるいは強雑物が入ってくることはあり得るんで、こういうふうにうまく一致しなかったものは無視するということです。これすごくシンプルですが、これはこれなりにちゃんと役に立ちます。で、もうちょっと手を加えたものっていうのは、この、内積を使うというパターンですね。で、これは要するに、こういうふうに、一致した、強度の、M over Z が一致したピークがあって、さらに、それぞれの、強度がどれぐらい変わってくるかと。どれぐらい違ってくるかっていうのも考慮に入れようということで、強度を成分とするベクトルを作って、そのベクトルの内積を取ると、完全に一致したら1になるし、完全に違ったら0になるだと。そういう発想です。それから、そのランダムマッチに相当する、相関のない内積を引くっていう、ことまで、組み込んだ、クロスコレレーションと、こういう名も使われています。それから、ここでは今挙げてない、時間もないんで、ちょっとあんまり詳しくは話しませんけれども、確率的に、スペクトルの、がどれぐらい、ミスマッチを起こすかっていうのを、見るというやり方で、p バリューを求めるという、いわゆる確率的なスコアリングというのがあります。マスコットとか、それからマスコットクローンのアンドロメダなんかを積んでるマックスコントなんかは大体そういうやり方をしているということを言います。で、これ、注意が必要なのは、これだけスペクトルがどれぐらい似てるかっていうのはスコア化してますけれども、ピークとアミノ酸の具体的な対応がどれぐらいついてるかっていうのを必ず確認しているというわけではないわけです。なので、それほど低くないスコアなのに、ピークは1個しかマッチしてないとか、あるいは、さっきの、デノボシーケンスの時みたいにピークがこう隣接したところが全部ピークが測定できているとアミノ酸が確定できるんだけれども、隣接していないところがまばらにこう
マッチしてると。そういうようなケースもあったりして、本当にピークとアミノ酸が対応しているのかというのはよくわからない。で、こういう場合は大体偽陽性になる可能性が高いということが言えます。で、ここまでのまとめですが、混合使用の同定には、いわゆる MSMS の情報が必要である。で、デノボシーケンシングがうまく機能すればいいんだけれども、うまくいかないことが結構多い。で、データベース検索ではスペクトルの類似度をスコア化して調べてる。で、そのスコア化の仕方によって、サーチエンジンのによる結果が変わってくるということが起こるし、ピークとアミノ酸の対応は、見ていないことが多いので、偽陽性が出てくる可能性は高くなるということが言えます。で、これも大急ぎで次のタンパク質の推定も流していきますが、これ話は簡単なことで、タンパク質を、消化してペプチドを作るわけですから、それでそのペプチドを同定しているわけですから、逆にペプチドが同定されたときに、それがどのタンパク質由来かって見ていくと、例えばここの例でいくと、この6番目っていうのは、B と C の両方のタンパク質に、両方に存在しているペプチドなので、じゃあこのペプチドはどっち由来かっていうのがわからないと。基本の問題はこれです。で、ちょっと古いですけれども、この、ユニプロットのデータで見てみると、これ、アイスフォーム含んでるんですが、本当にユニークって言えるペプチドっていうのは半数以下でしかなかったということで、こういう問題っていうのは十分頻繁に起こるということが分かります。で、こういう時にペプチドからタンパク質推定するパターンっていうのはどれぐらいの種類があるのかっていうのが、これ実際に調べた研究があるので、基本的にはこの6パターンに分類できるということが分かっています。で、これ二重丸つけているような、そのタンパク質特有のペプチド、これがあると、そのタンパク質が存在しているなということは分かるんですが、それがない場合は存在判定が難しい。例えば、この例でいくと、A の方には特有の、ディスティンクトなペプチドがあるから、A が存在しているのが分かりますが、B は存在していないって言えるのかというと、いないとは言えません。でも存在しているとも言えません。で、これはどうするんだということになります。で、そこは残念ながら、質量分析のデータだからどうこう言えることではないので、追加のデータを取らない限りは、推定するということしかできません。で、これ今矢印つけたようなところはそういう問題があって、例えばこの F って書いてるのは A のタンパク質が全部のペプチドを含んでるけれども、じゃあ残り B と C が存在しないと言えるのかという、そういう問題があるんですね。で、こういうふうに、タンパク質の存在コストを最小限にするっていう、最小説明セットという考えがあります。で、これは一般に言う、パーシモニーの原理。これは分子系統式書くときのパーシモニーと全く同じですが、これに基づくと、これをが結果であるということになります。で、パーシモニーは、ウィリアム・オッカムがオッカムのカミソリっていうのを言ったんですごく有名になって、このオッカムのカミソリっていう言葉が出てるために、このレーザーペプタイドっていう言葉がよく出てくることがあるんですが、ちょっと時間がないので今日はそれ説明しませんけれども、こちらの名前の方がプロテオムではよく出てくるかもしれません。で、可能性があるもの全部、だからここで言うと A、B、C 全部を挙げるのは最大説明セット、こういうふうに呼びますが、おそらく真実っていうのはこの両者の中間ぐらいにあるんだろうなということは分かります。で、分かりますというか、そうだと考えるしかないと思います。で、これが真実だということははっきり言えない以上は、両方の結果に注意しておくということが必要であるということは、考えておく必要があると思います。で、タンパク質推定はアミノ酸配列元に、アミノ酸配列のみを元にした推定である。で、両者の中間ぐらいが真実ではなかろうかということです。で、最後に今度は信頼性の検証。FDR の話ですけれども、まず最初に、この P バリュー、あるいは E バリュー、その期待してた E バリューを用いる場合の話ですが、これ P バリューは本来の前提は、こういうふうにランダムヒット、偽陽性の分布があって、この分布だけをもとに考えると。で、偽陽性があったときに結果のがほとんどがそれで占められていて、トゥルーポジティブ、真陽性ではほとんどないというときに、偽陽性だけ分布を書いて、それで1個データを持ってきて、これはどこら辺かなというのを見ると。そういう考えですね。で、偽陽性全体の分布、この面積の下、ごめんなさい、この曲線の下の面積に対して、このスコアよりも高いところのこの曲線の下の面積、この比率で P バリューを求めると。基本的にはそういう考え方です。ただ、オミックス解析の場合は、これプロテインミックスに限らず、一般のオミックス解析では、真陽性が、トゥルーポジティブが分布形成するぐらいたくさん得られますから、何もこの P バリューに、縛られる必要はないと。で、ある域値以上のところの結果がこれとして、で、色の濃いのがトゥルーポジティブで、薄いのがフォールスポジティブですが、得られた結果、つまりこの三角形の中で、誤りが含まれている確率というのは S と V 分の、S と V を足したもの分の V ということになります。これも簡単な話です。で、これを、FDP と、フォールスディスカバリープロポーションと呼ぶみたいですが、
まあ、あんまり使わないことですけれども、ただ、これを、P バリュー使って表すと、あとは P バリューの多重検定にもなるということで、P バリューはさっきの、書き方がすると U プラス V 分の V になる。つまり、偽陽性全体の中である域値を超えた偽陽性の個数になる。で、これを使う。それから、まあ、この域値以上の測定できる結果の個数、つまり S と V を足したものを I と表すと。こういうふうに書いていくと、別のこの、アルファとか M とか、あ、M ってのが全部の個数ですね。これちょっと書き飛ばします。こういうふうに表すことができるんで、ただ、この π0 と α の設定は難しいと。π0 っていうのは全結果中どれぐらいが偽陽性かで、α っていうのは全偽陽性中のどれぐらいが結果に偽陽性か。つまり、p バリューなんです。で、だからこの設定は難しいということで、設定ができないんで、これは見積もろうということで、ランダムフィットを一応分布するっていうのを利用して、この大きさを見積もったのが、フォールスディスカバリーレートだということになります。なので、まあ、フォールスディスカバリーレートは、FDP を過小評価しないように見積もったもので、極めて過大評価した、すべて、結果がすべて偽陽性っていう意味合いで、厳しく評価しているのが、この FDR を使う方法を持ち込んだ、ベンヤミニ・ホフベルク法ということになります。ただ、これちょっと厳しすぎではないかというのは当然出てくるんで、まあ、例えば、これ一つの例ですけれども、まあ、こういうふうに上から P バリュー順に並べていって、で、先ほどの計算式で Q バリューを計算すると、まあ、ところどころこういうふうに、Q バリュー逆転するところは当然ありうるんで、これはQ バリューが悪い方からこう見ていって、ある域値に来たところで、それよりもいいものを採用すると、まあ、こういうふうにやるわけですけれども、まあ、これだと厳しすぎるということもあるんで、統計学者のストーレーがこれを改良した方法というのもまああるわけです。で、マイクロソフト、ごめんなさい、マイクロアレイの解析なんかではストーレーの、方法をよく用いられていて、ここの、まあ、フォールスポジティブが必ずしも一応分布じゃないんじゃないかということで、スプライン曲線を書いて保管すると、フィッティングすることで π0 を推定すると、こういうことをやってるんです。で、まあ、これはマイクロアレイとかでよくやるんで、まあ、ちょっと今は本題ではないんで、詳しくは立ち入りませんが、プロテインミックスの場合は、このストレイ法の変形なんですが、実は p バリューを使わないわけですね。で、これ p バリューの求め方はちょっと問題があって、例えばそのマイクロソフトなんかの場合に、あ、また、まだ、マイクロアレイなんかの場合に、用いてる p バリューは、基本的には、まあ、データベース、言ってみればデータベースに対する、まあ、統計という形でやってるはずですけれども、作ってるはずですけれども、プロテインミックスの場合は、質量分析でピークがどの位置に入るかっていうのをもう見てるので、まあ、完全に同じ意味とこれ言えるのかっていうまあ問題があります。で、それもありますし、あと、そもそも P バリューを使わずにスコアを出しているケースもあるということで、もう最初から P バリューを使わずに、まあ、FDR を求めようと。で、まあ、何らかの方法で、ここの B の部分の面積、これ、要するに、B の部分って何かというと、偽のフォールスポジティブの分布と、それこっち側にまあトゥルーポジティブの分布があるわけで、ここにスコアの域値があるわけですが、要するにここの域値を超えた、フォールスポジティブの個数を知ることができれば、域値以上の全体、この太い点線の個数は分かっているわけだから、FDR 計算できるじゃないかというわけですね。ここで見ると、この域値を超えた S と V の、まあ、S プラス V は分かるわけだし、V の部分だけは分かればいいじゃないか。それで、デコイ配列っていうのを使って、それをシミュレーションしようというふうにするわけです。で、デコイ配列は、例えば本来の配列を前後逆にしたとか、あるいは、シャッフルしたとかいうことで、それは本来だったら当たるはずがないではないかという配列を無理やり作って、それに対するサーチを同時にやるわけです。でも、それでもヒットが出てきてしまう。さっきのように、ちゃんとピークと、それからアミノ酸がマッチするか見てないで、ヒットが出てきてしまうということで、その個数を、まあ、この偽陽性のシミュレーションであるというふうに考えます。で、この、まあ、これターゲット検索って言ってますが、これは普通の検索結果です。その中に含まれているトゥルーポジティブとフォールスポジティブの個数っていうのがあって、で、デコイ検索は当たるはずがないんだから、当たった結果は全部フォールスポジティブと同じものである。ただ、これデータベースが違いますから、ターゲットへの結果とデコイへの結果っていうのは全部違う、別のものです。ただ、個数としては、ターゲット検索はトゥルーポジティブの S 個と、それから、フォールスポジティブの V 個。で、実際に測定できるのは S プラス V のこの合計で、ただ、デコイ検索はおそらくこの V と同じ個数がヒットするだろうと。ここから、S と V の値っていうのが推定できるだろうというのが、このやり方です。なので、実際にはこういうふうに、まあ、結果が得られたときに、ターゲット検索、つまり普通の配列への結果というのは、トゥルーポジティブとフォールスポジティブが混ざっていて、どっちなのかは判断できない。で、明らかに嘘だって分かってる、こういうふうに分かるようにしてあるものがデコイ配列で、これはおそらく、フォールスポジティブと同じ個数を分布してるだ。
で、まあ、これ例ですけれども、例えば仮に、まあ、30% 普通やりませんけど、1% ですけど、まあ、この例で 30% を基準とするんだったら、ここまで何個あるか。で、ここまである個数の中で、ここに1個デコイがあるっていうことは、きっともう1個見えてないフォールスポジティブがあるはずだと。ターゲットに対するフォールスポジティブがあるはずだということで、個数を2倍して、こうやって計算する。ということで、悪い方から見ていって、30% のここまでが行き地であるというふうに見るわけです。ということで、まとめますけれども、ストレーホが、同定結果の P バリューから Q バリューを計算するのに対して、ターゲットデコイ法では P バリューを使わずに、デコイ検数を使って、毎回この分数を取って計算して Q バリューを求めているわけです。なので、同じものを推定はしているけど、実際に計算している内容は全く異なるということになります。で、これ、厄介なのは、いいこともあるんですけれども、例えばこの方法を使うと別の、例えば、PTM の位置が正しいかどうかの、まあ、信頼性の検証とかいろいろできるんですけれども、実は毎回こうやって分数を取って割り算して計算せんといかんということは、例えば複数のデータを統合する、データベースみたいに統合したときに全部、偽陽性の個数を数え直して計算をやり直す必要が出てきます。普通の、ストレーホの場合だったら P バリューっていうのは、フォールスポジティブの分布だから、データを統合しようが何しようが同じ対象であれば、これ変わりませんから、それ混ぜて扱えるわけですよ。それができません。ということで、FDR を使うのが、まあ、こういう、まあ、トゥルーポジティブが多い場合には適切であって、本来のベンヤミニ・ホフル法や、ストレイ法では P バリューを用いている。しかし、プロテオミクスでは、デコイ検索を使うことで P バリューは用いていない。このためデータの統合が他よりも難しくなってくるということがあります。で、最後のスライドです。ペプチド同定は質量分析のデータに基づいているけれども、ピークとスペクトルの反応は、まあ、吟味していることもありますし、それは、どんな場合、でもしないということではないですが、まあ、原則としてデータベース検索というのはそこは見ていない。で、タンパク質の推定はアミノ酸配列のみから推論しているので、データは、追加のデータがない限り、断定的なことは言えないと。それから FDR の計算というのはこういう場合にいい方法ですけれども、データ統合するときには計算やり直す必要があるので、いっぱい気をつけなければいけないところがあるということで、なかなか信頼するのには注意が必要だというのが、私のお話のまとめでございます。以上です。